アンドレイ・アレクサンドロビチ・ジダーノフは、ソビエト連邦の政治家。スターリン体制の一翼を担い、前衛芸術批判を行ったことで知られる。1896年2月26日、ロシア帝国領ウクライナのマリウポリに生まれる。1915年に、ロシア共産党に入党し、ロシア革命に参加する。ソ連共産党の党官僚として、党の海底を上り、 1934年、第17回ソ連共産党大会において、党中央委員会初期に選出された。同年12月、レオニード・ニコライフによって暗殺されたセルゲイ・キーロフの後任として、レニングラード党委員会初期に就任し、同市の共産党組織の指導に当たる。1939年にはソ連共産党政治局員として、 スターリンの独裁体制の一翼を担った。それに先立つ1934年第1回、作家同盟大会で芸術上の社会主義リアリズムを強く提唱した。第二次世界大戦では、レニングラード攻防戦の指揮を取り、ドイツ軍に包囲された、レニングラードの防衛に努力した。 ナチス軍によるレニングラードの包囲が破られた後の1945年1月には、モスクワでの中央委員の仕事に専念するために、レニングラード当初期を解任され、彼はスターリンに次ぐ権力を握る。戦後、スターリン主義に基づく文化政策、文芸政府の中心的な指導者として、1946年以降、詩人のアンナーフマートワを手始めに、 文化人や知識人に対して抑圧政策を主導した。また東西間で緊張が高まると、ジダーノフは冷戦期におけるイデオローグの一人として、1947年ヨーロッパ各国の共産党の調整を目的にコミンフォルムを組織した。しかし、当初コミンフォルムに属していたユーゴスラビアはソ連の支配に対して反発した。ジダーノフは コミンフォルムの大会で演説し、ユーゴスラビアをテロリスト国家と激しく非難した。結果として、ユーゴスラビアはコミンフォルムを除名されている。一時期は、スターリンの有力な後継者の一人として、脚光を浴びていたが、1948年8月31日、モスクワで休止した。その死には、スターリンが関与しているとも言われるが定かではない。 ジダーノフは抑圧的な文化政策の実行者としての一面を持つ一方、共産党とソ連の民主化に関心を示していたとも言われる。死の直後にレニングラード事件が発覚し、レニングラードに根拠を置く、党幹部はことごとく粛清された。1919年に生まれた息子のユーリー・ジダーノフは独祖先に従軍した後、1948年に モスクワ大学で博士号を取得した。1949年には、スターリンの娘であるスベトラーナ・アリルエワと結婚し、1950年には、娘のエカテリーナが生まれたが、その後間もなく離婚した。ユーリーは1953年に、ロストフ大学の教授となり、以後は、有機化学の研究によりソ連科学アカデミー会員になるなどの業績を残して、 ソビエト連邦の崩壊後の2006年に死去した。生誕地のマリウポリはジダーノフの名称を冠したが、1989年に元のマリウポリの名称に戻った。ありがとうございます。